これは鳥のスケールを6から9へ変更。今から行けばいいのか。なぜだかヒーロー協会に呼び出されたので。ちょっと、おお、君がジェノス君か。わしはバングというものじゃ。バング、 S 級3位のシルバーファングか。今回もわしらじゃ手に負えん。35分後にここ Z 市に落下する巨大隕石を。隕石？急に軌道を変えたようでな。この落ちれば Z 市は滅ぶ。緊急避難警報、巨大隕石落下まであと21分。さすがに今回は生存を諦めている者も多いな。 Z 市消滅どころじゃない。俺の焼却砲フルパワーでなんとか迎撃できないか。お前はボフォイだな。 SQ7 位、高火力の兵器で敵を周囲の建物ごと粉砕するヒーロー。それと俺はボフォイではなくメタルナイトだ。急いで発射。メタルナイト、衝突まで推定あと33秒。隕石が破裂して大惨事が起きるのではないか。まあ落ち着け。お主は失敗を考えるにはまだ若すぎるの。結果は変わらん。それがベストなんじゃ。もしも結果が変わらないのだとしたら、自分の全力を尽くさずして何がベストだ。バング、伏せていろ。下げる。ダメか。じいさん、こいつ任せるぞ。ん？誰じゃね、君は。先生、俺の町に落ちてんじゃねえ。町全体に崩壊の波が広がっていく。俺は S 級17位から16位に、先生は C 級342位から5位に一気に上がってます。9位。ちょっと外回りでもしてくるわ。外出です。なかなかの崩壊っぷりだな。おい。あ、このインチキ野郎。ヒーロータンクトップブラックホール参上。埼玉君、それに対する周囲のこの反応、これが現実じゃ。おい、今こいつ不審な動きをしたぞ。トラっぽい雰囲気で戦うタンクトップタイガーと、握力200キロで何もかも握りつぶすタンクトップブラックホール。ガオー。先生。お、なんだジェノスか。俺のこと。帰りましょう。実際頼れるヒーローなんていないよ。我々新海賊に明け渡す。なんだっけ名前。忘れたけど、ものすごく強いとか。ただいま大好評売り出し中の A 級ヒーロー、スティンガーだ。助かったぞ。さてと。気軽な人間、もう応援する者も見守る者も皆逃げた。うなれたての子。おそらく災害レベル神ぐらいの怪物どもを俺一人の力で全て倒す。 J 市まであとどのくらいだ。もうそろそろですが。スティンガーがやられた。俺は
ヒーローは稲妻クスだ。S 級ヒーロープリプリプリズナー、囚人番号4188番のソニックちゃんだな。A 級11位スティンガーちゃん、 A 級20位イナズマックスちゃん、どちらも気になる男子だった。様子を見ようか。はあ、うん、ちょっと本気出しちゃう。変身するか。エンジャーラー！ファイヤー！ロッ！ガハ！貴様は何者なんだ？私は深海王。遅い！ルーティック！嬉しいぞ深海王、貴様のような奴と戦うと自分の強さを再確認できる。ジェノス見なかった？ジェノス、俺の攻撃が通じない。威力に欠けるのか。捕まえた。あら、次に会う時が貴様の最後だ。感じる。どの道死ぬわよ、私が殺すもん。おお、俺もやるぜ。助かるぞ。なに静かになっちゃってんの。新海賊というのはお前か。お前を排除する。俺が勝てるとは限らない。マシンガンブロー！頑張れお兄ちゃん。ジャスティスクラッシュ！よせ、無面ライダーだ。やりゃあ！とどめ刺すの遅れちゃって。ジャスティスタックル！よくやった、ナイスファイト。おい、ジェノス、お前生きてんのか。それ今珍海賊とやらをぶっ飛ばすからな。私は深海の王、海の王。雨降ってるから早くかかってこい。急いで装備を整えてきたんだがな。あ、なんだあれ。郵便ですね。あ、もう一通。これは教会からです。なんだこれ。 C 級1位。で、なんで俺は呼び出されたんだ。 C 級ランキングトップに立った者には B 級ランカーへの昇格権が与えられる。 B 級に上がるか。どっちでもいいけど、せっかくだし B 級になってみるか。埼玉君、彼か。例の深海王にとどめを刺したという。B 級昇格？今日から B 級か。うまそうな匂い。悪いな、乗せてもらって。怒涛の大
大災害が押し寄せ、地球がやばい。